皆さんこんにちは。エムズダンスアカデミーの舘信也です。河合真央子です。今回はルーモのニューヨークについて説明したいと思います。まずはじめに踊ってみます。2、3、4、1、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 
足をステップします。やってみます。男性は右足、女性は左足に立っています。ここからまず上半身が回転していきます。上半身が回転して足回転、前進という形になってきます。これが足から浮かないように、上半身が開かないのに足から出てしまうと、この前進した時に上半身がちょっとこう斜めになってしまったり、上半身のターンアウトしたこのボディの開きが足りないまま入力開いてしまうことになるので、まずは上半身が開いて、そこから足がついてくるということを意識してやりましょう。もう一度やってみます。ここから上半身が開いて前進、はい、というふうにやってあげると綺麗にニューヨークの形を作ることができると思うので、ここに注意してやってみてください。2つ目のポイントは、ニューヨーク開いた後の交代ウォークをしっかりするということです。やってみます。 2, 3, 4, 1, 2, 3、 この3のカウントの交代ウォークです。そこから足を抜いてサイドに鍛えます。ここがここから入力開きます。2、このまま交代ウォークをしないで体を戻してきてしまうと、ここでそうすると足が少しねじれてしまうんですね。ここから戻してこう来ちゃうと足が変にねじれちゃってバランス悪くなってしまうので、まずはまっすぐ前進します。それから後退、後ろ足にちゃんと乗る、ここのバランスをとってあげましょう。それから次の足が出てくる、この足が左右に来るという形で来ると、バランス、視線をキープしたまま戻ることができるので、この後退方向を意識してやってみましょう。もう一度やってみます。 2, 3, 4, 1,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 